第10レース優勝戦3100メートル競争に出場の選手をご紹介いたします。1番中山光、2番山中光友、3番斉藤哲司、4番平塚雅樹、5番谷津啓二、6番松山茂康、7番鈴木圭一郎、8番永井大輔、以上8名出場選手でございます。構成0に1社、22を1社、そして30戦6社並びとなります。10レースの優勝戦です。第9レースの挑戦のメンバーです。1番中山光、船橋ハンデ0、2番山中光友、船橋ハンデ20、3番斉藤哲司、川口ハンデ30、4番平塚雅樹、船橋ハンデ30、5番谷津啓二、船橋ハンデ30、6番松山茂康、浜松ハンデ30、7番鈴木圭一郎、船橋ハンデ30、8番永井大輔、船橋ハンデ30。以上のメンバーで10レース優勝戦が行われます。0、20、30のハンデ構成となりました。それでは始走タイムです。1番中山光 3.40、 2番山中光友 3.39、 3番斉藤哲司 3.38、 4番平塚雅樹 3.38、 5番谷津啓二 3.37、6番松山茂康 3.40、 7番鈴木圭一郎 3.35、 8番永井大輔 3.34。 以上10レースの試走タイムでした。準決勝戦終了後に収録しました優勝戦8名のインタビューをご覧いただきましょう。地元から優勝を決めました32期中山光選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。地元は初優勝です。まずお気持ちをお聞かせください。優勝戦に乗れると思ってなかったので、嬉しいです。準決勝戦は逃げの展開となりました。振り返ってみていかがですか。もう自分のコースを守るように走るだけだったので、コース外さずに走るようにしました。そして今節これで両走路はすべて一着です。エンジンはやはりいいと見ていいですか。エンジンはいいと思います。優勝戦に向けて整備など何かしていくことはありますか。いや、特にこのままでいきます。タイヤはどうでしょう。タイヤもあるので
タイヤも同じでいきます。準決勝戦スタートタイミングも08でした。このあたりいかがですか？練習は02だったんで少し気をつけて切りました。キレ的にはどうなんでしょうか？今節悪くはないと思います。では最後にカメラに向かって意気込みをお願いします。明日も逃げの展開なので、まあ、自分なりに逃げれるように頑張りますので応援の方よろしくお願いします。地元から優勝を決めました28期山中光友選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今節晴れの動き安定してますね。そうですね、いいですね、はい、エンジン何か整備は考えていますか？考えてないです。このまんま優勝戦に向けて何かしていくことはありますか？ありません。今節ドドドはどうでしょう？大丈夫です。タイヤはどうしますか？もうタイヤもこのままです。スタートの切れ具合も教えてください。スタートが今節あんま切れてないですね、はい、そのあたり何かしていきますか？まあ練習ですね。ではカメラに向かって一言お願いします。明日も頑張ります。川口から優勝を決めました25期斉藤哲司選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。準決勝戦も思想から目立ってましたね。そうですね、はい、まあ、感じは良かったですね、はい、コーナーの乗りづらさなども言っていましたがエンジン状態はどうだったんでしょうか？エンジン的には昨日より今日の方が手応えは良かったですね、はい、優勝戦に向けてさらに何かしていきますか？ちょっと今日のタイヤがあんまり良くなかったんで、それをちょっと変えていこうかなと思ってます、はい、そして優勝戦30戦再打ちとなりました。位置いいですね。そうですね、抜群のところに絶好のところにいるんで、まあ、なんとかチャンス生かしたいですね、はい、ではカメラに向かって一言お願いします。なんとかスタート切って、頑張ります。応援よろしくお願いします。地元から優勝を決めました31期平塚正樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。準決勝戦最後の最後を届きましたね。そうですね、はい、振り返ってみてどうですか？死闘からもうタイヤが滑ったのでレースの道中もいっぱいでした。エンジン状態はどうなんでしょうか？まずまずですかね、はい、優勝戦に向けて何か上積みは図りますか？タイヤ変えてエンジンも調整し直します。スタートは切れてますよね。まあ、いつも通りですね、はい、ではカメラに向かって意気込みをお願いします。5号車の種光さんに負けないように頑張ります、はい、地元から優勝を決めました25期谷津啓司選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。準決勝戦素晴らしい速攻を決めてきましたね。そうですね、びっくりしたんですけどスタートもいい位置いけたので、はい、よかったです。レースは振り返ってみていかがですか？そうですね、スタートしていい位置にいけたんで、滑る中でもこうそんな負担をかけずに終えたのかなと思ってよかったです。エンジン状態は今節どうなんでしょうか？そうですね、ちょっと前とかはずっと良くなかったんですけど今節ちょっと少し良くなったんで、まんまいじらずにそのままかなんか手を加えるかっていうところなんですね、はい、タイヤはどうしていきますか？タイヤも明日考えてやろうと思ってるんでその時により変わります。スタートの切れ具合も教えてください。そうですね、今日 もいいスタート切れたと思うんで明日も遅れないように切りたいですね。では最後に一言お願いします。平塚君頑張ってください。僕は君についていきます。浜松から優勝を決めました26期松山茂康選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。準決勝戦スタート決まりましたね。はい、うまくいきました。今節のスタートの切れ具合はどうなんでしょうか？今節はちょっとタイミング合わなくて切りにくいんですけど、まあ、今日はあんまり時計見ずに切っちゃいました。ここまで戦い終えてのエンジン状態はどうですか？日に日に少しずつ良くなってるんですけどもう少しっていう感じです。優勝戦に向けて何かしていくことはありますか？まあセッティングです。タイヤはどうでしょう？
まあ多分今日のでいきます。では最後にカメラに向かって一言お願いします。そうですね、明日もでトップエース切って、早めに先頭に達したいと思います。応援してください。地元から一勝を決めました32期鈴木圭一郎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。準決勝戦は2着でした。振り返ってみていかがですか？ちょっとスタートしてからの 1,2 コーナーを、まあ、打ち向ければよかったかなって、はい、反省しています。ここまで戦う手のエンジンはどうでしょうか？エンジンはすごいいいと思います。優勝戦に向けて何かしていくことはありますか？タイヤ交換とあとヘッド周りの微調整です。スタートはどうでしょう？スタートも、悪くないし切れてると思うんで、はい、大丈夫です。そろそろ地元でも優勝を飾りたいですよね。そうですね、地元で、はい、取りたいです。では最後に一言お願いします。優勝を目指して頑張ります。応援お願いします。地元から優勝を決めました25期永井大輔選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今節心配されましたがしっかり輸出決めてきましたね。まあでも事故が起きたんでね、まあ、あんま喜べないです、はい、ここまで戦い終えて実際エンジンはどうなんでしょうか？まあなんとかまあ熱走路にギリギリ間に合ったみたいな感じですけどね、はい、優勝戦に向けての整備はどうしていきますか？まあキャブ試して朝乗って考えたいと思います。スタートいまいちというコメントもありました。切れ具合どうでしょうか？今日は良かったんですけどね、まあ、明日は30で並びもきつくなるんでね、まあ、厳しいと思いますけど。では最後に一言お願いします。まあ精一杯頑張ります。ということで昨日収録しました輸出8選手のインタビューをご覧いただきました。中山選手のウィウィシーインタビュー輸出は2回してるんですけども、輸出インタビューは初めてだったようなことを、こういった形の、ね、インタビューは初めてだったということで、いましたかね。かなり、ね、緊張してたんですよね最初の方は、はい、ちょっと取り直した場面もあったりしたんですけれどもそこはご内密に他の選手では谷選手の話聞くとかなり余裕ありそうなエンジンの仕上がりなのかなというふうには感じましたね。平塚選手のメッセージも含まれていましたが、本人は聞こえないというね、はい、あとその他では永井選手がねちょっと厳しい表情でしたけど、ね、まあ最低限の優勝を決めたという優勝、はい、8選手のインタビューでした。第10レースの発売を締め切りました。今節そして本日もたくさんのご投票誠にありがとうございました。今回の船橋オートレーン10レース制の読売ランドカップいよいよ迎えます優勝戦ですが、今回もチェッカーレディーの方のご紹介をしましょう。はい、千葉県東金市の矢野千佳さんがチェッカーレディーということですね、はい、前回もそうでしたけれども夫婦でお越しなんでしょうか ね、はい、ぜひかっこよくチェッカー振ってください、はい、まだなんか余裕ありそうな緊張感が伝わってこないですけれども ね、 そして走路から見る客席もちょっと興味深いかもしれないです。なかなか見れない光景ですからね。間違った目線。あ、そうです、そうこっち向いてください。こちらです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。この後お仕事がありますんでね、はい、うん、ですね、はい、注目してください。5日間開催の読売ランドカップいよいよ向かいます優勝戦、ご覧の人気となりました。8番の永井選手堂々の1番人気となりました。8番7番が 3.8 倍、2連単のここが1番人気です。2連単の人気はご覧の通りとなりました。3連単もご覧の通り。では間もなく優勝戦を迎えます。梅雨らしいお天気で始まりました船橋ショート5日間のシリーズも、シリーズ終盤は完全に真夏の陽気となりました。10レース制読売ランドカップいよいよファイナル10レースの優勝戦です。0、20、30の戦い、
ベスト8が揃いました走路場です。地元初優勝になりました初 VA まっしぐら中山ひかる、こちらは久々の優勝へ大きなチャンス山中光友、30戦の最内この好位置を生かせるか斉藤哲司、こちらも初優勝をかけての一戦は平塚正樹、仕上がり上々は5番の谷津啓司、昨日は渾身のスタート、こちらも地元 VA まっしぐら鈴木啓一郎、苦しみながらもここまで来ました永井大輔、以上8名の優勝戦です。優勝戦の10レース、厳しい状況の中でもここまで勝ち上がってきました永井が底力を見せるか、32騎は2人が乗ってきました。スタート3秒前、2秒前、1秒前スタートしました。さあここは 30m の飛び出しはほぼ枠なりか、3番の斉藤、4番の平塚、平塚がかわしていった、これに乗っていったのは5番の谷津、しかし内から3番の斉藤も抵抗する。さあここは平塚が30戦からは先に行きました。しかし内から3番の斉藤が狭いところを抜き返す、この内をついて5番の谷津やってきた。優勝戦は2周目、1番の中山まずは独走の展開、逃げ展開に持ち込んでいく、2番手に2番山中、3番手には5番の谷津上がりましたが、外からは7番の鈴木も続いています。一方永井はまだ最後方、さあ谷津のインコースを狙っていくか7番の鈴木、優勝戦は残り4周ですがここは入れません。逆に抜け出したが5番の谷津は3番手から2番手じわじわと差を詰めていきます。依然逃げています、1番の中山光、そして2番手に2番の山中、山中まだここはしのいでいる、3番手5番の谷津、4番手少し差が空いて7番の鈴木、さあ打ちかわした5番の谷津が2番手捉えました。一方長井はまだ後ろ、長井は7番手を追走、さあ逃げる1番の中山、2番手に5番の谷津、3番手はまだ7番の鈴木上がっていきません。さあ1番の中山光押し切るか、もう次は2番手から5番の谷津、残り2周になりました。まだリードはあります、1番の中山光、5番の谷津、その差はだいぶ詰まってきた。そして3番手ここで内から捉えた7番の鈴木圭一郎、さあラスト1周の攻防完全に一騎打ち、1番の中山光、しかし待ったをかける5番の谷津、一気に捉えました、内から捉える5番の谷津、アウトコース1番の中山もしかし伸び返しますが、ここで力尽きたか、最後は一気に突き放す5番の谷津圭一、谷津が最後は抜け出した、中山惜しくも2番手、鈴木は3番手、谷津が優勝ゴールイン。昨日は強烈な速攻撃、そして今日はきっちりと最後追い上げが届いた形でした谷津啓司、今年初優勝となりました。谷津の後ろには32騎、惜しくも2、3着となりました優勝戦の10レース。なおレース確定までお手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。昨日の準決勝戦での勝ちっぷりが際立っていました谷津啓司、今日の優勝戦残り1周できっちり捉えた展開でした。5日間開催の読売ランドカップシリーズ後半の勢いは際立っていました。2連勝で迎えた優勝戦も制しました谷津啓司。ご覧のように確定版は5番、1番、7番と出ています。優勝戦の12レース。この後の確定放送まで今しばらくお待ちください。第10レースの着順を確定いたします。1着5番谷津啓司、2着1番中山光、3着7番鈴木圭一郎、以上でございます。第10レースの確定です。1着5番谷津啓司、2着1番中山光、3着7番鈴木圭一郎で確定しました。優勝しました谷津選手の上がりタイムは入り次第お伝えいたします。
それでは今上がりタイムが表示されました。谷津選手の上がりタイム 3.431 でした。では払い戻し金です。2連勝単式5番1番2340円、2連勝複式1号1090円、3連勝単式は5178620円となりました。その他の結果ご覧の通りとなっています。そしてウィニングランが始まります。どうぞご覧いただきたいと思います。ウィニングランを実施いたします。5日間開催となりました読売ランドカップ、優勝は地元船橋25期の谷津圭一選手です。準決から、ね、動きがとても目立っていましたね。そうですね、まあ、今節前半2日間不安定なお天候だから、はい、まあ、2着6着で乗り切って、はい、まあ、3日目は最終予選 B の方だったんですよ ね、はあ、そうでしたね。厳しい条件の勝ち上がりのレース、はい、その最終予選の B 最初に1着で勝ち上がって、まあ、いい流れで準決勝戦迎えて、うん、そして、まあ、昨日の準決勝戦の総攻撃が本当に光りましたよね。そうでした。でも今日はそれとは打って変わっての展開のレースでしたね、うん、まあ、最後の最後に届いたという展開、はい、レース序盤ではね、斉藤選手のプレッシャーもちょっと受けるような展開もありましたけれども、はい、まあ、中山選手はまたいいペースで逃げてもいたんですけれどもね、はい、きっちりと捉えました。谷津選手は今年これが3回目のユースで、今年は初優勝、まあ、昨年以来通算では9回目の優勝となりました、はい、船橋の5日間開催読売ランドカップ、今回10レース制となりましたが、地元の谷津圭一選手の優勝で幕を閉じました。そして、今日のチェッカーリリーとこれから記念撮影ということになるんでしょうかね。はい、もう恒例の光景となりましたね、はい、確か前回は雨でしたんでね、走路内で記念撮影というのはなかったですけれどもね。あ、そうでした、雨でしたね、はい、はい、今回優勝は船橋の谷津圭一選手です。渋いですね、うん、そうですね、はい、今回のチェッカーリディーが矢野千佳さんですけれども、おそらくこの後一緒に写真撮影となるんでしょうかね。はい、はい、あ、そしてチェッカーを持ってということになります、はい、お、ちょっと色が一緒ですね。矢野さんも黄色っぽいシャツ着てる。ほら、ほら、矢野さんも黄色っぽいシャツ着てますよね。クリーム色みたいな。黄色じゃないでしょう。クリーム系ですけど、黄色系じゃないですかこれ。そうです黄色とはちょっと違うと思いますけどね。黄色系ですよ、はい、2ショットではなく3ショット、おそらく旦那さんなんでしょうかね。あ、船橋オートのタオル、はい、ここにありがとうございます。はい、ということで、はい、記念撮影の様子までご覧いただきました。ご覧のように優勝は谷津圭一選手となりました。それではこの優勝戦 VTR で振り返ります。